ちょっとじゃあ、5分間だけ私もちょっとトイレ行ってきていいかな。いや。え、いやって言ったの？お前。いや。なんで？どうぞだったじゃん、さっきは。なんか変わった？え、心変わりした？この数分の間に。なんか、危機感を覚えた。結構僕今回はあれですかね、身を委ねてますからね。あ、そうだね、私の方のチャンネルだしね。河合くんはやっぱりね、頭がね、回転早い人だからね、きっと私が困って程よい時にね、きっと言ってくれるんだろうなって思っていたんだけどな。なるほど、ね、違うのかな、河合くんは。まあ、確かに、でも、その節はある。自分で言うな。でもそれはそう思ってた、その節はある、イコールまだその時ではないまでイコールです。じゃあ金井くんは私との配信終わりたくないってことなんだね。うん。急に可愛くなるな、やめて。本当に困る。ちょっと待って。あー、そっか。どのくらいやりたいの配信、カナイくんは。6時間。あ、ええよ。もう無理だよ、ついていけない。しかも、雑談で6時間。